皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。お願いします。今回の動画ですね、はい、アムロちゃんですね。はい、アムロちゃんの曲を2曲、そうですね、ちょっと抜粋してお話しさせていただきたいと思います。はい、1曲目がですね、はい、ネオンライトリップスティックですね。いやいいっすね。いやね、月のカップリングなんですけども、月の、そうですね、これ2曲目ですかね。2曲目ですね、はい、これがまあとにかく私最近ハマってまして、そのようですねもうやっぱ改めて聞くとやっぱかっこいいですよね。でしょ。イントロのこうね、ジャズ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 、もう最初がもう乗れるじゃないですか。乗れますね。これぞなんか安室奈美恵っていう感じのこうダンスも、あ、そうですよ、見えるし、うん、歌もやっぱりこう美味しいポイントめっちゃ多いじゃないですか。いやー非常に多いです。これも A メロからいいですよね。 A メロからもいいですよ。そうしゃあとかね、そうね、前回のね安室ちゃん特集で、ああまあちょっと話ちょっとランキングで、私の勝手なランキング出てきたんでお話しましたけど、私が最近ハマってるんで話させてほしい。そうですね、シュウさんが最近めっちゃハマってるんで、その当時はねそんなバンドまだあんま聞いてなくて、そうだね、あの時はね、あの時はまだあんま聞いてなくて、はい、そうで、なんか最近これなんかライブのねブルーレイ見たらはい、はい、これはちょっとまずいなっていう、そうこれちょっと本当になんかエクセレントすぎると、本当に最高だと、そういやマサいいなって言ってたと、いや言ってました、ね、いう感じで入るとまたさらにしたわと思って、そういやすごいっすね。エヴァリ大胆にがいいっすね。そう。にがもう、そう。なんかもう、そう、まずそこでね、うん、もうグレートです、ね。心をつかまれます。心をつかまれますね。ええ、あの、安室ちゃんのあの、にがもう、たまんないでしょ、ね、こう、そこの、We All Got the, We All Got the Spark のところがやっぱこう、そう。すごいね。いや、言い回しもかっこいいし、メロディーもいい、そう。そう、いいし。で、あのね、サビのね、うん、あの、ダンスのね、ダンスがね、好きなとこあるっすよ、振りが振りがね、うん、ネオライリスティックの時に、右手をですね、こうバシバシってこう振る、下にこう振るんですよ、斜め下にこう振るね、あれがね、そうあれがたまらんです、ね、かっこいいですよね、うん、振りがやっぱりねかっこいいっすよ、ね、本当好きある、うん、やっぱね、本当曲ダンスもかっこいいし、も曲もいいしね。そうですね。そうやっぱこうラップ調というか早口で、はい。そうやっぱ歌詞の内容もこうやっぱこう、やっぱこう安室ちゃん特有のね、まあ、なんかちょっとかっこいい女性を、そうですね。うん、意識して、ね、意識してますよね。そう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 、はい。Everybody loves my style ってね。はい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 。私のスタイルみんな好きみたいな。私のこのやり方っていうか。いや大好きだよ。大好きです、ね。うん、大好きだもん。女性も男性も好きですよ。本当に。タイトルがネオンライトリップスティックですからね。すごいよね。すごいタイトルですよね。すごいよ。そう。もうなんかパンチ力というかね、あ、インパクトが大っていう感じです、ね。もうなんね、本当ネオンライトそうしたじゃないですか。普通に。そうですね。ああ、俺あの PV 見るんですよ。だから、あ、わかりますよ。あのね、リンゴのね。リンゴのね。そう、赤いドレス、はい、魔女のね。そう、魔女の。そうですね。リンゴのあの身をさ、はい、下から見上げてる、いやあれ冒頭の方かな、確か冒頭の方でしたかね、うん、たまらんですな、たまらんですね、美しすぎますね、めっちゃ美しい、本当にめっちゃ美しい、ああ、いやー、シュウさんどうしたんですか、本当にハマってますね、ハマってますね、心奪われてますね。あれ本開いて、最初本開いてなんか、はい、あのローブ、黒いなんかローブ、ローブっていうか被ってるね、被ってる、ああ、まあ、そこからもすでになんかもうちょっと、いや、いいね。そこからいいんだもん。そこからもいいし、黒い安室ちゃんとその赤い安室ちゃんをこう、そうですね、こう本でこうね、そうです、そう、上半身だけで、そうそうそう、いいし、やっぱダンスがこう、なんかね、台風がなんかこう、あ、そう、バックで出てきたから、そうですね、安室ちゃんがね、あの時のメイクがね、こう太いんですよ、あの細けアイライン、アイラインがこう、こうね、何ていうんですかね、はいはい、こう、あ、そうだそうだね、ぶっといアイラインも、そうだね、安室ちゃんだからこそ許されるような、何ていうんですかね、メイク、ファイターの黒バージョンみたいな、そう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 、はいはい、まさにそれ、そうでしょ、そう、あ、かー、もういいね、似てるな、語彙力が足りなくなるぐらい、もう、いや、も
もう、うん、そう語彙力ね、あの毎回足なくなっちゃいますから、安室ちゃんは。もう安室ちゃんは本当にね、良きですね。これ生で本当にね。出たまた。毎回言うわ、これ。でも本当にね、やっぱいいわ。安室ちゃんのこのネオンライトは本当もうパーフェクトですね。いや、本当ね、かっこいいのよ。かっこいい。本当に。だから、やっぱ、本当に、もうなんかシングル、メイン曲だけじゃないっていうところが。うん、そう。そうなのね、前回も話しましたけど、そうなのよ、そうこれやっぱちょっと安室ちゃんのやっぱ特徴というか、ね、特徴もうこれ全部持ってかれちゃうから、持ってかれますね、本当に、うん、ああ最近私の一押しです。いや嬉しいっすよ、なんか本当に信じられないぐらい。あ、本当ですか。あ、本当に、まあ自分でも信じられないですよ、ね。2曲目がですね、はい、ブライターデイですね。ちょっともう一回こじろうかなって。そうですね、これも以前の、そうですね、あの好きな曲で私はナンバーワンで選びましたけど、これは本当にいいわ。あ、これはもう、あ、それも最高よ。最近また聞きました。最近また聞きまして、なんかやっぱね、こう PV 見ながら、やっぱこう PV 見るとやっぱ余計こう曲が入ってくる。そうですね、そうですね、間違いないですね。そう、これやっぱあのアルバムにね入ってないんですよね。これアルバムに入ってないんですよね。こんなにいい曲をなんでアルバムに入れないんだっていう、そう、あのね、謎でしょうがないぐらいですけど、ね、私はね、ファイナリーに入ってくると思ったんですよ。はいはいはい、まあ、なぜか入ってこなかった。入ってこなかった。だから本当に シングルしか聴けないんですよね。聴けないですね、うん、はい、やっぱこう背中を押される曲ですよね。そうだね、うん、やっぱこう歌詞の内容もそうだし、ああ明るくて、そう、そう爽やか、爽やか、なんかこう いい具合に、なんていうんですかね、やっぱ日本語とこの英詞がこうバランスがいい。そう、うん、バランスがいいです。そう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 、でしっとりしてる中でそういうバランスがあるんで、うん、そうですね、なんかやっぱ A メロも B メロもこう、特に B メロぐらいからこうね、なんかまあちょっと上がってくる、上がってきます。そうそうそう、はい、今サビで爆発するぐらい、そうですね、思うように捨ててよっていうところからどんどんね、そうですね、ほんと上がってきて、でサビでも、サビでね、そう突き抜ける感じです、突き抜けますよ、うん、でライブだとほら、ええ、あのサビでさ、はい、安室ちゃんがあのこう涙も悲しみもっていう時にこう、ええ、なんかこうガッツポーズじゃないんですけど、ああ、はいはいはい、拳をこう手を、はい、握ってこう力入れて歌うんですよ、はい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 、あれがまたグッとくんだよね、うん、いいっすね、なんかこう余計こうこの曲をなんか、そう、力強くしてる、そうなのよ、イメージですもんね。あ、どこが好きですか？俺ですか、俺はねやっぱサビが本当に好きで、はいはいはい、なんか最初俺、ああ歌詞間違えてて、ああ涙も悲しみを忘れて歩いてこうって言ってたんですね。俺歩いてくってずっと聞いてて、俺も最初間違えてたそうそう、ちゃんと見るまでずっと間違えてた。そうそう、歩いてくブライターデーだと思ってたから、さ歩いてこうなんて、そうなんですよ、おおって思って、そう、歩いてこう、ああ、そうそう、歩いてこうっていうね、そう、なんか引っ張って言ってくれる、そう、そういう印象ですね。そう、ここはなんかやっぱこう改めてなんか、あ、予測の、そうそうね、まあ、だから本当応援歌ですよね。だからやっぱりなんかこうもうすさんだり落ち込んだりの時になんかやっぱこうね聞きたい曲、聞きたいですよね。知らない人には本当になんかおすすめしたいぐらいの、うん、うん、なんか語りかけてくれるメッセージが性がすごく強い。そう、ね、そう、あ、やっぱあのスカイザリミットですか。そう、スカイザリミット、そうそう、うまいでしょ、あそこ。あそこは本当にいいっすね。あそこの C メロっていうのは、その可能性は無限大っていう意味らしいんですけど、だからもう振り返らずにね、もう走ってね、と気にすんじゃねえっていうところがやっぱりこう、うん、背中を押してくれるような、うん、これだからライブ振りがないんじゃないですか、これ。よく一人で一人で歌ってるんですかね。そうそうそう、はい、で PV 見てもやっぱりこう車と安室ちゃんって感じだから、シトロエンに寄りかかる安室ちゃんですよあれシトロエンって言うんですか。あれシトロエンです、ね、あ、はい、そっかそっか、車シリーズですよ、車シリーズです、ね、はい、あれがいいっすね。いや、いいっすよね、やっぱだから振りがまあないのかなっていう感じで、だから本当聞かせる曲ですよね。聞かせる、ああ、そう、なるほどね。そうそう、そういう、なるほどね。歌一本みたいな。そう。あれ、PV であのね、こう、指でね、壁を指でこうなぞって、うん、はい、こう、あのね、うん、こう絵の具みたいなのが出んじゃん、指から。で、こう、ちょっとルンルンな感じのあれ、安室ちゃんなんですよ。安室ちゃんですね。あの後ろ姿がもう、たまんないっすね。たまんないっすね。たまんないっす。
100点ですね。100点、ブライターで本当にねおすすめなんでね、これめっちゃおすすめですよ、本当に本当にいい曲だからね、聞いてほしい、本当に知らない人は聞いてほしい。俺これ、これ本当ね、あの大げさじゃなくて、俺これ聞くたびに、本当に問い払ったってさ、よくてサビで、いいっすね本当に、本当大げさじゃなくて、まあみんなにこうね聞いていただきたいようなっていう意味も含めて今回動画を撮りました ね、はい、もう言わずにはいられないみたいな感じになっちゃいましたかね、改めて再確認最高ですわはい、ということで今回は、ブライターデイとネオンライトリップスティックですね、はい、よくお話しさせていただきました。はい、アムロちゃん復活しねえのかなってそれだけですね、もうしないんだろうなって、あの、まあ、しないんですけど、もうそう本当に心からそう思ってしまいます。そうですね、はい、まあ、この切なさをまたブルーレイにもぶつける日々が、ぶつけるしかないですね、まあ、ブルーレイぶつけてみてもまたへこむんですけど、そうですね、なんでいかなかったんだライブっていうのは、まあ、そんな感じになるから、はい、いやでもね、シュウさんがさ、はい、こうやって安室ちゃんのことをまたね一曲でも多く語れるようになったっていうのが、あ、私はね、もう本当嬉しいんですよまあまあそうですね、まあ、それこそまあ奇跡みたいな感じですからそうです、本当奇跡なんで、奇跡的に近いですね、はい、ロックしか聴いてなかったから、そうですね、そうですね、バンドしか聴かないから、はい、そうそう、まあ、これからも安室ちゃんのことはね、ちょこちょことまあやっていくと思うので、そうですね、はい、まだもしやりましたら、まあ、聴いていただければね、そうですね、安室ちゃんを思い出しながらね、そうですね、安室ちゃんの名曲をどんどん、はい、永遠ですから、永遠なんで、本当に、永遠の、もうディーバなんで、はい、掘り下げて、掘り下げていきたいと思います、どんどん思い出していきましょう、はい、はい、HC ラジオではですね、皆様からのご意見ご感想をどしどしお待ちしております。気軽にコメントいただけると嬉しいです。またですね、ツイッターもやっておりますので、よろしければフォローよろしくお願いいたします。まあ、今回はこのあたりで失礼いたします、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう、はい、ご視聴ありがとうございました。